どうも、です、えー。本日は、えー、3月の9日ということで、えー、通常でしたら東京 FM ホールで「こぶしファクトリー和田桜子ちゃんのバースデーイベント」もうぼちぼち、えー、と始まろうとしているタイミングですね、えー、そういう時間にとっておりますえっ、ー、とまあ残念ね残念というのはまあ僕の立場皆さんもそうだと思いますけど ね、この和田桜子のバースデーイベントに限らず軒並み中止というのが現在ハロープロジェクトのみならず2020年3月のライブイベントなど興行全般でございます、えー、とそこの思いと和田桜子ちゃんへのハッピーバースデーの言葉を今日はあお届けして大塚ディーパンに出かけたいと思ってと今ます、えーと今日は 僕なりの大案提案で大塚ディーパーというところでこの後18時から、えー、とハロープロライン特別企画をやりますのでそちらのご案内も最後に差し上げますしばらくお付き合いくださいえっ、ー、とまずこぶしファクトリーなんですけれどももう希望というのは最後の卒業コンサートということですよね卒業というか解散コンサートですよねあまりね明るい状況ではないもうこれはもう皆まで言いません皆さんも思っている通りだと思います まあですけれども今日の「さこのバースで」で、まあ、こうやってまざまざともう中止がリアルになっているタイミングだから言えることだと思うので、えー、ささっとお伝えします。<laughs> えっとまあ彼女研修生の時代からもそうですけれどももう美声、えー、あんまり結果的にね それほど、まあ、ライバルが強かったというのはあるんですけど頭角を現して歌で歌唱面でというような雰囲気にならなかったことが、うん、残念とは言わないけども彼女の多分ポジションだったんでしょう。で僕が彼女のソロの歌の素晴らしさというのは全然かなり初期のうちから体感していたんでやっぱ「拳すごいな」というところは誰一人歌えないメンバーがいないと。 僕はそう思ってますよでその中で一人ずつがあのこの何ですかねいい子たちなんです貪欲に何を一番にということじゃなく一人ずつが自分の位置というところトライと話しながらだったと僕は信じてますけど、うん、この仲良しグループ的なままあおそらく3月を過ごしていけるのではないかそんな風に見ています。 で他の動画でも少し喋ったんですけれどもやっぱり拳組というところですよねこの少数精鋭というと、ね、言葉の響きがいい方に行ってるか悪い方に行ってるのか分かりませんけれどもまあほに各地でお話ししたりしてると「まあ、ベリーの時代から」とかねの方も多かったし「音玉のあとんかみんなで飲んだのなんていうのはね中華料理屋でねえ仮にだったかなんだったか。 なんかねね忘れられらません、ねうんなんか拳組のやつらがやつらって方々が作っているビデオとかねなんかお話なんていうのはハロー愛にあふれていて、うん、なんかモーニング娘。というのとは違うなんかつくなんかモー子の動画でも喋ってるんですけどベリオタ的な流れの、うん、なんか団結感ってあるんですよね。うん、そういういのを すごく体感させていただいて、うん、まあ羨ましいなも思いましたしこぶしファクトリーというのはそういうファンの方々とかなり密接にかといってなんていうんですか、うん、やっぱ言葉間違いそうだな、うんまあ、慣,れ慣れ合いにならないようなところも持ちつつっていうことにこの表現しましょうか、えー、と走り抜けていったそういうグループだと思っています。えー、と今日はあ き、まあ、昨日が正確に言うとね、あの和田桜子ちゃん19歳の誕生日だったんですけども、今日はやっぱり彼女たちの歌と、あと、ね、隠し芸ではないけれども、次から次に繰り出す技の数々というのをね、えー、と映像と音声とね、込めて、えー、とプログラム、まあ、しましたんで、後ほど大塚ディーパーで、えー、と付き合える方は、お付き合いくださいということと、あとまあ、 会場来れれない方もちろんお仕事されてたり様々、ね、最初から予定してないっていうもう全然大丈夫だからあの慣れてる人だからねそういう人あのいいんです。まあ今日という日をなぜこういうふうに動画でお届けしてるかというとまあしファクトリーを聞いて一つ語れた2020年の3月9日だったよみたいな、まあ、ことが残ればいいのかなと思っています。 よくは言いません、えー、とこれからやりたいことやるべきことというのが本人たちの中にしっかりありそして我々というのは届いた音楽そしてまあダンスもですよねいやあの演劇もそうです届いたものというのの価値を確認し、えー、と今日という日を過ごしてみたいと思っていますまた明日た YouTube チャンネルをお届けすると思いますしもしかしたら後ほど会場で少し模様をお届けするかもしれませんその時は、えー、見てていいただいて ちょっとコメントくれたりとかさまざまな形で、えー、と我々ね、えー、素敵なグループアイドルと出会えたということを謳歌していくそんな中になってきたと思っておりますじゃあ本日はこの辺にしましょう国はチャンネル今日は和田桜子ちゃん拳ファクトリーについて少し語りたかったってことで少ない時間なんだけどお届けしましたまた改めて